いい音っすね。すっごいいい音。音はいいですね。音すごい。M4 みたいな音ですよね。あんまり今日 M4 はあんまり記憶がないけど。いやでもこれ M4 の後継でしょ。M4 の後継 M6。 うん。でもなんか相当違うみたいよ。あ、まあもちろんちょっとは変えてるでしょうけど。うん。グローレと、はい、20g 近く、はい、違ったじゃないか、はい、なんかあんまり感じないんだよな、重さをね、重さを。ああ初めて出た。やっぱりドローっつっても打ち方がこんなだと、いやそれはドローしないですよ。絶対ドローするわけないじゃないですか。 それは絶対、さすがにドローヘッドでって言ったって、ああドローの打ち方しない限りドローは出ないですからね。その M4 買った時のダスティン・ジョンソンが400ヤード飛ばしたから、アマチュアでも300ぐらい行くだろうっていう考えはなしですよ。なしね、はい、そりゃそうだ、そりゃそうだ。どうですか？俺これの音好きだな。音いいですよね。なんかあの金属音じゃなくてバクッバクッっていう感じのね。そうそう、うん、その音通りの球が出ると最高なんだけど、うん、うん、ナイスボール。ああ、いいじゃないですか。まあまあまあですよ。まあ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 、まあ、今当たり的にはだってまあまあな感じでしょ。ドシンじゃないでしょ。ちょっとテンプラ、ハーフテンプラ気味の捕まったドローって感じでしょ。僕の目はごまかせないですよ。球筋っていうか、まあ、まあ、ある程度ライン出すのは大事ですけど、うん、要は感触と、うん、このドライバーの感触と、あ、こんな感じのドライバーなんだっていうのを掴んでください。でこっちの M グローレと比べてみて、さすがに今日はもうまともなアゲンストなんで飛ばないですよ。この前も言われたけど、はい、今も250いってないです。全くいってないです。今日はだからちょっと感触、あ、じゃあちょっとだけね打たせてもらいます、うん、10.5 の、うん、そのままですね、うん、ハイヤーにもしてない、してない、あ、してない、してないです、はい、そのまま変えただけ、はい、感じないでしょ。はい、重くは感じないです。硬い。あ、そうだ、ね。打たないのかね。いいですね。本当いいよね。ああ。
小暮来ないかな。小暮今日忙しくて来れないですよ。あ、そう。はい。ですからね、250いってないですからね。でも、あの5、6分でしか打ってないだろう、ね、今、まあ、5、6分ですけど、今、ドシンですから、ちゃんと食らってる球ですから。見たでしょ、うん、じゃあ宮下のあるドローを打ちに行って、はい、あのその D タイプドロータイプってやつだと、はいはい、どういう球になっちゃう？ドロータイプって言ってますけど、うん、別に違うの？なんでと思います。やめてくれ。あ、そう。ちょっといや本当にドローっていうかフック打ちに行きますよ。全然見えない。右行った？はい、右です。まっすぐ。じゃあ宮下のあの2、30発打った、はい、M6 の D タイプのインプレ全国の皆さんに言ってみてよ。あ、そう。それが答え？え？逆にちょっとフェード打っていいですか？フェード、基本フェード出ないですけど。おお。あ、これ本当綺麗なフェードだ。フェードクラブの気がするんですけど。え？そう。やめてくれよ。そこに書いてあるだろ。これな、なん本当にドローの D って書いてました？そうだよ。捕まる、あの、ディープの D、ディープの D じゃないですか。違う、ドローの D。ドローの D。捕まりますよと。あ、じゃあ、多分逆なんです。僕、人と逆じゃないですか。だから、ドローって言われたらフェード打った方がいい球になったでしょ、今。うん、もうだからあれ、やっぱりあれですよ。使ってる人のイメージでいいんだ。ダスティン・ジョンソンぐらいのイメージで。え？左からスライスだけだ。わあ、すっげえ綺麗なフェード。こっちのめっちゃあったじゃないか、お前250。まあエッジぐらい、エッジですよ、エッジ。そんな感じ。どう、すっげえ不思議。なんか僕のあのエースのグローレーの感じで、うん、ドロー打ち行くと捕まってこないです。ちょっとこの間あのその感じで打ってみますよ。これ一生懸命あのフック打ちいった球です。あ、そう。はい。うん、これがまた小暮が打ったら感想違うかもしれないですけど、まあでもどちらかといったら打感的には M4 に近くて、うん、あのドロークラブって書いてますけど、うん、僕はこれフェード用のクラブじゃないかなと思うぐらい。じゃあ今日帰ったらもう一回調べてみようかな、 D タイプって。本当にドローなのかどうか調べてください。だって捕まるっていう言葉あったらドローでしょ。ドローなのかな。ドローが打てない。え？でそこのさ、はい、あのフェースのところに2本のほら、はい、それが何？一回反発ケースもう最大値にしてそれでちょっと落としてるっていう。これ、うん、赤いの、そう赤いの、うん、だからそれ取ったら違反になっちゃうっていうくらいにあれなの、高反発これだけで、うん、いやそんなことないでしょ。それでその2個でなんか
反発係数を抑えてる。抑えてる。基準、うん、っていうふうに俺あれで書いてあったんです。うん、読んだんだけど。これはダスティン・ジョンソンのクラブですよ。え、いいじゃん。左からあのパワーフェードみたいな。でも嫌いな顔じゃないです僕は。弾きもまあまあですけど、でもドロー本当にドローって感じです。率直な感想を言うと。だからな、ちょっと今田さんこっち打ってみてください。アメリカ仕様、あのアメリカが嫌いなの。アメリカ製造っていうか開発製造、うん、いやグローレが好きなんです。本当にこれ綺麗な顔してるな。いいですね、そっちはね、うん、ほら、これはちょっと一丁噛んだら右からこう戻ってきてくれる感じあるでしょ。どうですか、今田さん、今のちょっとしたミスショットがブリッとフェアウェイ戻ってきてくれるっていいじゃないですか。まあ、最高だよね。ああ、ほら簡単に捕まってくれるでしょ、こっち。今日買ってきたっすよ。昨日ついたんだよ。ちょっとあの左目出てもそこまで左行かないでしょ。だから今の段階で今成さんにどっちが合ってんだって言ったら俺全然間違いなくそっちって言いますよ。じゃあ今日初めて持ってきたってんだよ。M6 シリーズは全部でこれで完成したっていうことですね。そういうことだね。だからあとは感想を小暮に言って、どちらかって言ったらそっちに寄せてほしいクラブをしてくれ、クラブにしてくれって。あ、いっけね、あのシャフト持ってきたらまた感触違うかな。あ、違うと思います。全く別物だと思います。でもあのシャフト入れない方がいいな、今田さん。あ、そう、入れたら俺が、あ、これもらえますとか言いそう。あ、そうねまあやってみてください、やってみてください。まあそれ冗談としてね、やってみてください。それテイラーのやつかな。あ、テイラーですね、はい、ガチャガチャアウト。あ、じゃあ俺取ってくるよ今、はい、シャフト、はいはいはい。